ということで、空きましたんで乗りましょう。こんな感じで、ザ・ワンマン運転とかですね、まあ私がいないからちょっとね、喋りながら撮っていこうと思います。こんな感じでね、まあ、ちなみにね、ここね、実は、ポテカーも空いてるんで、前面のね、こういったね、あの撮影とか意外とね、やりやすいんでね、いいですよね。お願いしまーす。で、セミクロスですね、こっちところで。まあ、せっかくあれ、空いてますからね、ここで座らせてもらいましょう。よっこいしょ。シンプルですね。しかしマイクがあるとこう、こそでポッと取れますからです、うん、お客さんはね、誰もいないですから、ね、別に喋ったも問題ないんじゃないんでしょうけど、まあ、この後ね、もうずっと出るってわけにはいきませんからね、それは困りますからね。亀山行きスタート出てきましたから、もうすぐ、この列車も、4分間で発車ってなってましたかね、ですので、もうすぐだと思います。こんな感じで、ね、通から4日駅、あの河原だから通の間が一緒鉄道なんですけどね、しやすさが4日駅になってます。まあこの方が便利だからね、でも足カードを使いませんよと、まあ、この辺が注意点ですかね。あ、ここに書いてありますね、一緒鉄道で青春18切符使いません、これは大丈夫ですね、よくなりますと使いませんけど、あ、ここに書いてありますね、青空フリーパスはね、こうやってね、対象なんですよね、これだけでもだいぶ大きいですよね。でね、さっき言っとったあの料金ね、あの1860円伊勢奥津までっていうのは、あの伊勢鉄道経営の場合、ね、確かね、あ、開いた、こんな感じないな、あの紀勢本線ね、関西でいわゆる亀山経由でね、あった場合はそっちの方がね、結局高くなるみたいな、1900いくらっていうようなね、計算が出てたと思います、ナビタイプで見たからね、うん、さあ、しよう、シークル、まもなく発車いたします。いいですね、南四日市駅の特徴です。昔は赤本優さんは非常に良かったですからね、四日市は、ね、今でも赤本駅の要素は強いですけど、どうや南四日市から乗ってくる人はなさそうかな。南四日市はいつものことです。で、ちょうどここで向こうから池鉄道線経由鶴雪です。ご乗車の際、整理券をお取りください。ちなみにさ、この区間って完全な単線ではないもんで、これ今向こうから来てるじゃないですか、名古屋行きの、多分あれは神山発の名古屋行きの普通列車だと思いますけど、ね、来てるでしょ。もうこっちが進んじゃうでしょ。あのこれね、実はこの先ね、ちょっとだけね、複線になってるんで、この間は特にあの待ち合わせをしなくても来ますよってことなんですよね。少しずつ工夫はしてるんですよね、あの関西本線の方も。じゃあここからあの直線というかね、あの半分この、あの
かれるような感じになってるんですよね。船だけ。それちょっと面白い構造、面白い構造だと思います。ですね、あの亀山行きの場合はあっちの下の線路の方にね、こっちの線路の方に入っていくと、いう形になるんですね、先のところから。で、あっちの方はあっちの方で上り方面のね、短絡線があって、こっちとこっちが最終的にこうガッチャンコするわけですけど、駅ではガッチャンコしないですね。そうすると上にね、開けますよね。DL 区間に入るというわけですね。ですから、川田の駅は、2面4線になってるんですよね。こっち側とか、あっち側の駅とね。下にね、亀山方面のホームがあって、上に、こんな感じでね、伊勢鉄道のホームがあるという、実は多層というか高い層だけなんですよね。あの下にちらっと見えると、これがね、あの JR の方の河原田駅の跨線橋っていう形になってるんですよね。これもこれで面白い構造ですよね、本当に。窓開けこっちからこうやるんですよね。